ミルコ・フルゴビッチは、ユーゴスラビア市に出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー。ユース年代では U-14、U-16、U-18 のクロアチア代表に選出されて、いたが、2003年以降は、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表としてプレーしている。妹のイァンカ・フルゴビッチは、ハンドボールのプロ選手であり、 クロアチア代表にも選ばれている。2001年6月に、ボスニア・ヘルツェゴビナの NK ポス氏から、J リーグガンバ大阪に加入。登録名は、ヘルゴビッチ。入団には、当時ガンバ大阪のアドバイザーを務めていたヨジップ・プゼの推薦があったが、出場機会に恵まれず、半年間で退団。2003年から、ブンデスリーガの VFL ボルフスブルクで活躍し、 ボスニアヘルゼゴビナ代表にも常連となった。2007年シーズンにはハイリュクサポーターからハイリュクの魂賞を受賞。2008年は監督となったヨジップクゼから再び声がかかりジェフユナイテッド市原千葉に移籍したもののチームにフィットせずに対談。その後はハイリュクスプリットのライバルチームであるディナもザグレブへと移籍した。ありがとうございます。